大蛇貝セルピロービスインブラケイテスは巻き貝の一種で岩石の上に殻を固着させて生活する。巻き方は不規則で時にほぐれた形にもなる。岩の上に殻を固着させて成長するため、岩の形などによってその形は多少変わる。およそでは生貝で殻計5 0ト、mm、ル、殻高2 0ト、mm、ル程度になる。殻口の小道は同生貝で1 5ト、mm、ル程度。 固着して、あとは、次第に、殻の小道を増しながら巻き上がってゆく形になり、上から見ると左巻きに見える。ただし巻かずに伸びてしまった形で育つ例もある。なお殻口部分はそこまで巻いてきた殻の上に乗るか、または、多少基板を離れて立つ傾向がある。裸カ断面が、半円形から円形で、表面には、幾筋かの瓦状の西薔薇と多数の糸状の西薇がある。 殻の表面は泡い褐色で、殻口の内面は白い。殻は巻き上がっているので見た目は左巻きに見え、これを、蝶右巻きという。活動として、殻から肉体を出すことはなく、せいぜい頭が見える程度である。接触方法としては粘液を分泌して、それを水中に網状に広げ、これに引っかかったデトリタス等を回収して食べる。網となる粘液は足から分泌される。 食べる際は粘液ごと回収してしまう。繁殖時は夏で卵の入った袋を殻の入り口の内側に吊るす。卵はこの脳内で孵化し、ベリジャー妖精となって泳ぎ出る。腹殻は右巻きで滑らかで光沢がある。なお繁殖には竹樹性が必要であるが、本種は集団を作らない。つまり、打った個体と接触する方法がない。樹精に関しては、 オスが生子のカプセルを放出し、メスが粘液の糸で絡め取って、それを回収、体内で受精が行われる、との報告があるよし。空口から粘液の網が伸びている日本では、北海道以南、それに台湾と中国に分布する。生息地は沿岸岩礁の長艦帯である。波あたりの弱い岩場や、タイドプールでよく見られる。日本本土では、どこでも普通だが、 アマミではこれに代わって、琉球ヘビガイエストライメリスリースが出現する。ただしこの種は、四国南部からも知られる。また殻らに、薄紫や褐色のブチがある、染分けヘビガイもキー半島以南に分布する。なお、別属の蓋持ヘビガイデンドラポママキシマムはからに、蓋を持つ、キー半島以南に見られる。本種の死んだからは、岩の上に、パイプ状の構造を作ることになり、 岩表面の構造を複雑化し、多生物が利用することで、種多様性を高める効果がある。鍋科や雲銀湖が産卵床として利用することが知られている。苔銀湖では2枚以外に産卵する例もあるが、本種の殻を利用する率が高い。またこの種では、オスが卵の保護を行うが、その際に、オスが殻口から頭部だけを出すと、頭についている皮質の突起が、 周囲の付着生物と紛らわしく見え、一種の隠蔽の効果を持っていると見られる。また、本種の殻の隙間には五海類などが住みついている。その中には、本種が出して栄養分を集める粘液を食べるものがあると考えられる。クマドリゴカイペリニレイスカルトラフィラは、実験室内の観察で本種が粘液を引き戻して接触する際に殻口に出てきて、 その一部を接触することが観察された。これは一種の盗み規制と考えられる。他にも五解の一種ニリス SP やシリスカの一種アファッサシラス SP が同様の行動をとっているらしいことも観察されており、同様の関係を持っている可能性がある。これらの五解類の接触が本種の栄養にどれほど影響があるかなどは未知である。一般に広く利用されるものではないが、 肉は食べれば美味であり、食用とする地域がある。ハンマーやタガネなどを使って剥がす必要があるが、茹でたところで殻の口のところを割ってから口からすすり込むと食べやすく、粘液が多く、とろりとした舌触りと甘みのある海毒特の旨味が、絶品とのことである。以下、主として、岡田ほか、P168、岡田ほか、 P57、ハベ、コスゲ、P32 二松久保 P82、岡田ほか、P168 佐藤、P2 松久保、P82、ハベ、コスゲ、P32、ハベ、コスゲ、P32、岡田ほか、P57 佐藤、P2 松久保、P P82、岡田ほか、P168 八志村 P151 行田、P12 松久保、P82 二松久保 p82 二羽部小菅 p32 二松久保 p82 二塩ガキド石田岡田ダ p168 八志村 p151 から152なおこれは神奈川県三浦半島か千葉県房総半島での話で有用な情報提供者として千葉県在住の人名があるが本種の話がどこに基づくものかは定かでないただし味に関しては 著者の感想である。ありがとうございます。